力。コーマ王様、ようやく、ようやくです。人間を滅ぼし、帝都を、世界を滅する時は来た。我が名は玄庵宗哲。絶望するがよい。小町さん、カオルさん、神山さん、アナスタシアの容体はどうなんです？危険な状態や。こうなっては当てじゃどうにもできへん。そんな、それじゃアナスタシアは。慌てんといてや。まだそうと決まったわけやない。芝さん考案の量子再生層、こいつの力にかけようやないか。はい。ところで小町さん、レイジの方はもう大丈夫なんですか？まあ一応大丈夫や。そういうことにしといてくれって言われとる。あいつ仕方のないやつだな。アナスタシアさんの再生層も格納庫やし、行って様子を見てきたらどうや？そうですね、行ってみます。カオルさん、神崎司令は決勝戦のために会場に向かったまま、現在も連絡が取れません。カオルさん、そんな顔しないで。スミレさんなら大丈夫ですよ。なんといっても元花組のトップスター、戦いの技量もエース級です。きっと何事もなかったように帰ってきますよ。そうですね、ありがとうございます。神山さん、いえ、元気出してくださいね。小町、私は支配人室で待機させてもらいます。スミレ様がお戻りになるかもしれませんから。わかった、あてはしばらくはここにおる。何かあったらすぐに連絡するわ。ありがとう。では神山さん、失礼します。レイジ。おう、清十郎か。どうした、何か用か？どうしたも何も。体は大丈夫なのか？お前に心配されるとは。明日は雪かな。ちゃかすなよ。撃たれた傷がそんな簡単に治るわけないだろう。かすり傷だったからな。アナスタシアに撃たれて意識不明だったと聞いているが。そりゃ何の冗談だ。アナスタシアちゃんが俺を本気で撃つわけないだろう。本当か？ああ、そうか。
心配して損した。で、彼女はどこにいるんだ。会っていくか。こっちだ。これは量子再生層。体内の霊力を加速させ、体の治癒力を爆発的に向上させる装置だ。まだこの装置をもってしても助かるかどうかはギリギリのところだな。そんな、最新の再生層ならよかったんだが、帝劇にあったのは古いものでな。俺の力ではこれが精一杯だ。すまん。いや、こいつがなければ終わりだったんだ。感謝してるよ。治療が終わるまでまだかなりの時間がかかる。それまで俺たちにできることは何もない。とにかく待とう。分かった。それで清十郎、他に何か聞きたいことはあるか。無限は残念ながらまだ動かない状態だ。一通り機体を調べてみたんだが、どこもおかしいところはない。そうなのか。ああ、機体の動力源である量子推奨装置まで調べてみたが、問題点は発見できなかった。じゃあなんで動かないんだ。こっちが聞きたいぐらいだ。それが分かりゃこんなに困ってねえよ。そうか。ま、考えてばかりいても始まらねえ。ちょっと初穂ちゃんを連れてきてくれるか。初穂、どうしてだ。量子推奨の解析にちょっと協力してもらおうと思ってな。そうか、分かった。呼んでくるよ。ああ、頼んだぜ。ごめん。いえ、大丈夫です。どこか行くのかい。ええ、アナスタシアさんのお見舞いに。清十郎さんは？レイジに初穂を呼んできてくれと頼まれてね。彼女がどこにいるか知らないかな。どこでしょう。いつも通り中庭にいるかも。そうか、行ってみるよ。ありがとう。はい、それじゃ。ハスホ、ちょっといいかな。レイジが機体の整備で君の力を借りたいらしい。芝が？でも私は機械いじりなんてできないぜ。なんでも量子推奨の霊室とやらを見てもらいたいとか言ってたぞ。霊室ね。よくわからないけど、手伝えることがあるなら行ってみるか。格納庫だ。行くぞ、ハツホ。さくら、何があった。アナスタシアさんが、とにかくこっちです。アナスタシア！キャプテン。
みんな意識が戻ったのか。よかった、本当によかった。なぜ私を助けるの。私はみんなを裏切って。アナスタシア、俺たちは仲間だろ。本当にバカね。そんなだから私にも騙されるのよ。いいんだ、今は無理して話さなくていい。いいえ、言わせて。これが最後になるかもしれないから。アナスタシア。セジュロ、アナスタシアちゃんの死体ようにさせてやれ。わかった、話してくれ。私はいつだって偽りの生を生きてきたわ。私が私だったことなんて一度もない。孤児だった私をプレジデント G が育ててくれたわ。スパイとして自由に使える、駒として。私は彼のために働いた。それしか道を知らなかったから。彼が原案相鉄だと知ってからも同じだった。人も高魔も私には変わらなかった。いいえ、高魔の方がいいとさえ思った。だって玄庵は私の家族を蘇らせてくれる。そう約束してくれ。戦争で人に殺されて私の家族と大好きだった家族とまた会わせてくれるって。だから私はごめんなさい。お父さん、お母さん、私こんな風になっちゃった。ダメな私で、ごめんなさい。もう会えない。天国には行け。アナスタシア。ボケ、セジュロ、死なせ。絶対死なせねえからな。レイジ、アナスタシアは。予断を許さん。だが、できるだけのことはした。わかった。あとは、祈るだけか。知りませんでした、私。アナスタシアさんに、そんな過去があったなんて。アナスタシアさんはいつだって、舞台の上で輝いていて。それなのに。なあ、神山、アナスタシアはどうなるんだ。私たちはどうすりゃいいんだ。それは、今まで通りでいい。アナスタシアは今も俺たちの大切な仲間だ。そう言うと思ったぜ。本当にいいんだな、それで。ああ、初子たちだって分かってるはずだ。何があろうと仲間を見捨てたりしない。それが俺たち花組の進む道だ。本当に隊長らしく頼もしくなりましたわね、神山くん。
すみれさん。それにしても無事でよかったです、すみれさん。おかげさまでね、月組が助けてくれたわ。月組？まあそのことはまた後で話すわ。定権は結局奪われてしまったのね。すみません、守りきれませんでした。仕方ないわ。詳しく教えなかった私も悪いのですから。でもどうして私の刀が定剣なんですか？あれはただのお母さんの形見で。私にも詳しいことはわからないわ。とりあえず一度現状を確認してみましょう。10年前、ニト作戦によって私たちはコウマ王をゲントに封じたわ。帝剣はそのゲントを封じ続けるための鍵なの。そう、あの時倒したと思っていた。でも人間になりすまし、プレジデント G として世界歌劇団連盟を操っていたなんて。原案相鉄は奪った帝剣を使ってゲントの封印を解いた。その考えられる目的はただ一つよ。それは高魔王の復活ですね。その通りよ、神山君。高魔王が復活したら帝都はどうなるんでしょう？あの決戦の時、全歌劇団の力を結集してもゲントに封じることしかできなかった敵よ。もし復活すれば帝都は愚か、世界中が一瞬で闇に落ちるわ。絶対に復活させてはダメなの。とはいえこのままではゲントの封印は解かれてしまう。そうなったらコウマ王の復活を止めることは。くそ、何か方法はないのか？一つだけ手はある。鉄管さん。お父さん、どうしてここに？これが私の役目だからな。手はあるって何か知ってるんですか？うん。帝剣雨宮国定、私が鍛え、さくらが持っていた帝剣の名だ。かつてその力で帝都を二つの都市に切り裂き、片方のゲントに高魔王ごと封印した神器、その封印が解かれればゲントが復活し高魔王は復活する。そうです、だから早く帝剣を取り戻さないと。帝剣はその強大な力のため、この世に必ず一本しか存在できない。新しい帝剣を生み出せば、敵が持つ帝剣の力は失われ、封印を解くことはできなくなる。新しい帝剣を作る？そうだ、それがこの状況を打破する最後の手段だ。やった、やったよみんな。これが私たちが勝つための逆転の一手。これで世界を守れるよ。ああ、やった、やったぞ。早く帝剣を作りましょう、鉄管さん。
新しい帝剣を打つためには必要なものがある。何でも言ってください。絶対に揃えてみせます。天宮家の女が持つ絶海の力、さくら、お前の命が必要だ。え？な、何言ってるの？お父さん。さくら、天宮家の運命に従い、命を捧げる時が来たのだ。お前の母ひなたも、ニト作戦の時に自分の命を差し出した。今の帝剣雨宮国佐殿はお前の母の命でできているのだ。そんなお母さんも私の刀の帝剣に。じゃあお父さん、そんな、さくら、おい、おっさん、今あんた言った？帝剣に命を捧げるって本気なんですか？娘の命だよ。冗談でしょ。このようなこと冗談で言わぬ。わからぬならもう一度言おうか。雨宮の命を用いねば帝剣は作り出せん。さくら、己の運命を受け入れよ。鉄火さん、使うなら俺の命を使え。誰の命でもいいわけではない。言ったはずだ。帝剣を作るにはさくらの命が必要なのだ。そんなことって。マルカ！聞こえるかね、神崎君。内務大臣。状況は分かっているはずだな。今帝都は未曽有の危機にある。軍の基地も高魔に占領され、もはや抗う術は一つしかない。雨宮さくらの命を使い新しい帝剣を作るのだ。しかし、これは国の決定だ。君ごときが口を挟む事柄ではない。さあ、雨宮鉄管氏の言葉に従いたまえ。何を迷う。わずか一人の犠牲で全ての国民を救えるのだ。名誉だと思わんか。名誉だと、ふざけるな。桜の命を何だと思っているんだ。桜よ、あまたの命を救え。お前の命がこの世界の人々を救うのだ。そう、ひなたの時と同じだ。ひなたも大切な人たちを守るために、お前の未来を守るために命を懸けた。笑顔でな。今お前の大切な人を守ることができるのはさくら、お前だけなんだぞ。私、分かっちゃった。お母さんもきっとこんな気持ちだったんだ。大切な人、大切なこの町を守りたいって、花組のみんなを守りたいって私思っちゃったよ。だから私の命使ってください。
ダメだ。聖十郎さん、ダメだ。それだけは絶対にダメだ。ダメだって言ったって仕方ないじゃないですか。お母さんだってそうしたんですよ。私の命を使えば大切な人を守ることができるんです。仕方なくなんかない。君が教えてくれたんじゃないか。最後まで諦めないことを、絶対に諦めない勇気を、全部君が教えてくれたんだ。俺は帝国歌劇団花組隊長神山清十郎は、この命令には絶対に従わない。清十郎さん、だって君は今泣いているじゃないか。何が平和を守るだ、世界を救うだ。女の子の涙一つ止められないような奴が世界を救えるわけないんだ。俺は約束したんだ、サクラを守るって約束したんだ。だから新しい帝剣なんて作らせない。サクラの命を使わせたりなんて絶対にしない。どうするというのだ。娘の命を守り帝都を捨てるのか。帝剣ならある。あそこに、帝国競技場に。俺は、命をかけて帝剣を取り戻す。俺は一人でも行く。サクラを救うために。おいおい、一人でいい格好すんじゃねえよ。さくら、ハツオ、ごめんな。さくら一人に辛いこと言わせちまったな。ごめん。私たちが言わないとダメだった。帝剣を取り戻してみせるって、一緒に命を懸けるって。みんな、そういうわけだ。サクラが何と言おうと俺たちは行くからな。そんな甘い考えで救えるか。思い上がるな小僧。テッカーさん、俺はあなたも救ってみせる。なんだと。サクラの命を救ってもサクラが泣いていちゃ意味がないですからね。父と娘が笑って生きられる世界を絶対に取り戻してみせます。聖母、お前。私、いいんですか。生きて、あなたのそばにいて、いいんですか。ああ、一緒に生きるんだ。さくら、聖十郎さん、ありがとう。聖十郎さん、ありがとう。みんな、盛り上がってきたじゃねえか。さっさとこんな逆境跳ね返すぜ。里の掟99条、ためらうな、勝利を目指せ。反撃開始です。私たちで最高の物語を描きましょう。待て、何を言っている貴様ら。分かっているのか、国家反逆罪だと。これは我が国の決定だ。今すぐ雨宮さくらを殺せ。殺すんだ。すみれさん、やっぱり花組の隊長はこうじゃないとね。あなたの覚悟に私もかけます。勝ちますわよ、この戦。すみれさん、総員出撃準備。元都再封印作戦を
開始します。了解。では作戦会議を始めるわ。今回の任務は奪われた帝剣を取り戻し、そして再び元都を封印することよ。へっ、奪われたら奪い返す。簡単なこったな。でも実行するのは簡単じゃありませんよ。今の帝国競技場は敵の要塞です。闇雲に突撃するのは無謀。くそ、どうすれば。あれが使いさえすれば、あの切り札さえ。切り札？スミレさん、何か方法があるんですか？みんなを競技場に導く最後の武器はあるわ。だけどそれを使うためには、魔幻空間に覆われた銀座通りを突破して三笠記念公園を確保する必要があるの。そんなこと言われても、無限が動かないのにどうやって。レイジ、俺の機体は動くのか？お前の無限だけはなんとかなったが、一人で行くつもりじゃないだろうな。無茶ですよ、清十郎さん。そうだぜ、神山、私たちの無限が治るまで待てよ。いや、元都の封印が完全に解けたら、そこで俺たちの負けが決まってしまう。それに時が経てば経つほど魔幻空間が広がり、コーマの数も多くなるんだ。そう、やるなら今だけど。清十郎一人だけなんて。一人じゃないわ、私も行く。アナスタシア。私の無限は勇者の攻撃を受けていない。問題なく動くはずよ。ダメですよ、アナスタシアさん、まだ寝てないと。クラリスの言う通りです。そんな状態では死にに行くようなものです。私はあなたたちを裏切った。みんなの心を踏みにじった。サクラのお母様の形見をそうと知っていながら敵に渡してしまった。その償いをさせてほしいの。私はここで死んでも構わない。お願いよキャプテン、私を一緒に出撃させて。わかった、二人で出撃だ。だけど死んでも構わないなんて言うな。必ず生きて帰ると約束しろ。俺も必ず生きて帰る。アナスタシアも生きて帰るんだ。キャプテン、約束できるか？ええ、約束するわ。必ず生きて帰る。では作戦開始だ。まずは俺とアナスタシアで行く。サクラたちは出撃待機。機体の整備が終わり次第順次出撃せよ。了解。アスコちゃん、機体の整備に君の力が必要だ。手伝ってくれ。わかった、じゃあ早速行こうぜ。レイジ、お前やっぱりまだ傷が。なんて顔してんだよ清十郎。お前そんな状態で。俺はお前たちのように無限に乗って戦うことができねえ。か弱い女の子をよ、戦場に送り出すことしかできねえんだ。悔しいよな、レイジ。だからまあ俺は俺なりに命を懸けるってわけさ。早く行け、何度でも修理してやるから。必ず戻ってこいよ。ああ、行ってくる。みんなの無限を頼んだぞレイジ。それじゃあ神山くん、作戦開始よ。はっ。帝国歌劇団花組、出撃せよ。了解。
星の導きのままに。正義の力が道を切り開く。帝国歌劇団参上。キャプテン、気がついている？この魔幻空間は。ああ、あいつに違いない。倒したと思っていたが。とにかく急ごう。コーマを倒し、ミカサ記念公園を解放する。了解よ。やあ、行くわよ。やっぱり来たか、帝国歌劇団。この魔幻空間、やはり貴様か、オボロ。魔幻空間を解け、オボロ。俺たちはお前の遊びに付き合う暇はない。俺はお前たちをぶっ殺したいだけなんだよ。おい、そこの裏切り者も覚悟しとけよ。アナスタシア、あいつの言うことなんて気にするな。君は騙されていただけだ。自分を責めるのはやめた方がいい。ええ、分かってるわ。ありがとう、キャプテン。はい、行くわよ。覚悟なさい。程度で潰れんじゃねえぞ。機体の修理は順調だ。あと少し、なんとか耐えてくれ。それと、アナスタシアちゃんの傷はかなり高い。守ってくれ。頼むぜ、セジュール。ああ、言われなくても、アナスタシアは俺が守る。大したことないよ。花組のみんなは本当に優しいわね。こんな私を受け入れてくれるなら、コーマのスパイとして生きてきた私がいつも人々の心から逃げてきた。でもあなたたちはいつもいつもうるさくて、本当にしつこくて、そして優しくて、とうとう私の心に入り込んでしまった。さすがのアナスタシアも花組のしつこさには困惑した。
私、このチームが大好きよ。だから、もう絶対に嘘は言わない。みんなと交わした約束は、必ず守るわ。必ず、あなたと、みんなと、生きて帰る。ああ、その通りだ。戦い、必ず全員で勝利しよう。地形だな。踏み外さないように気をつけないと。任せてちょうだい。私の機体はゆっくり降りられるから前行するわ。分かった、頼むぞアナスタシア。仕方ないわね。はい、援護してくれ。分かったわ。でも一人で深追いはしないで。合体攻撃準備完了よ。二人の心を合わせるんだ。行くぞ。あれは私の星座天秤座ね。あれは何の星座かしら。あれは神山座だよ。私を守ってくれているみたい。気に入ってもらえたかな。伝説の星座たち、いっけー、限界突破始動。はい、修理は終わらないのか。覚悟だ。はい、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 やけにのんびり戦ってるけどよ、駒を復活まで時間がないんじゃないのか。悪い悪い、夜叉の攻撃で機体が呪われちゃったんだっけ。惨めに死んでいくしかないんだってな。ふっはっ、トッピッ晴れに一発やってやるぜ。アツホちゃんの俺の…なんだと。バカな、勇者の呪いは…アバラ、てめえをぶっ倒したくてな。地獄から蘇ってきたぜ。三人になった…なあ、アナスタシア、あんたはちょっと分かりにくいんだよ。何がしたいのかな、何に悩んでるのか分かりゃしない。本心を出せないように訓練されたのは当然の話だな。だからよ、友達になろうぜ。持って話して喧嘩して笑って、お互いのことを分かり合える仲間じゃなく
友達になろうぜ。霊力充填完了。どんなもんで、花組はこんなもんじゃ止まらねえぜ。やだね、雑魚が一匹増えたぐらいで勢いづいちゃってさ。時間がないんじゃなかったのか。お前たちの振りはまだ変わっちゃいないんだよ。無事にこの空間を解放できるといいな。行くわよ。行くわよ。走り抜けるわよ。あの時の現実の大蛇と攻撃してくる結晶、まさか同時に来上がると。アザミもクラリスもいない状態でこれを突破できるの。どうしたよ、助けはもう来ないってか。行くわよ。はい。駆け抜ける。行くわよ。行くぞ。はい。行くわよ。行くわよ。行くわよ。オーバロン、どこにいる。姿を現せ。さーて、どこだろうね。手の鳴るほ、キリがない。これ以上は、その絶望する顔、すげえそそるぜ。もっともっと見せてくれよ。これで帝国過激団も終わりだ。絶望と恐怖に包まれた。さあ幕引き隊行こうぜ。帝国過激団は不滅。終わる。誰だ。望月あざみ、真実を見抜くべく誕生。私の力で悪しき力を打ちます。こいつらはまずい。これならいけるわ。二人ともお願い、力を貸して。当然、仲間を救うため、そのために来た。分かっています。共に戦いましょう、アナスタシアさん。アナスタシアさん、そんな顔をして。花組は全員で一つ、全員で勝利して笑顔になっている。初めてハッピーエンドになれるんです。そんな顔でハッピーエンドを邪魔しちゃダメです。さすがは名脚本家ね。笑顔。了解よ。はい。さ。さ。さ。かな。さ。さ。ガラス。ふん。ふん。どんどん行きます。ふん。はい。行くわよ。アナスタシアは悪い掟に従わず、自分の意志でこの戦いに参加してる。アザミは尊敬する。その決意を。ありがとう。その尊敬を裏切らないよう全力を尽くすわ。さよっ。ああ、入る。よっ。入る。いや、生きれるか。はい。はい。はい。はっ。
だ。夜叉の呪いを解くのは不可能なのに、どうして。お前には分かるまい。この機体が持つ無限の力、無限の可能性が。うるせい、うるせい、うるせい。ならばその力ごと消し飛ばすまでだ。行くぞオボロ、今こそ決着をつける時だ。行くわよ。行くぞ。行くわよ。やあ。やあ。行くわよ。そこだ。大丈夫か。行くぞ。近づいてきたのか。ゲントが近づけばコーマの力は果てしなく増加する。そうだ、ゲントの力があれば。させないわ、絶対に。させない。ゲントが迫ってるのはお前のせいじゃねえか。今からでもこっち側についた方がいいんじゃねえの。今度は俺様が使った便利なおもちゃとしてよ。駆け抜ける。来たか、帝国歌劇団。本当にうざい奴らだな。お前はもうおしまいよ、オボロ。ここで決着をつけましょう。うるせえぞ裏切り者。お前こ
このままで済むと思ってんのか？このままで済むなんて思っていないわ。あなたを倒したら私は死ぬつもりだった。だけど生きるわ。生きてこの罪を償い続ける。私を許してくれたみんなのためにも。うるせえ！綺麗事ばかり抜かすんじゃねえよ！私は帝国歌劇団花組のアナスタシア・パルム。見せてあげるわ、私の生き様を。アナスタシア、君は。ごめんなさい、キャプテン。みんなの気持ちは嬉しいけれど、私は私の罪を忘れることはできないわ。でも晴れ晴れとした気持ちよ。私は私の正しいと思うことのために、花組のみんなと一緒に未来を作るためにこの命を使っていくわ。そう、みんなが教えてくれたもの。分かったよ、アナスタシア。いつか罪の心が消える時が来るといいな。あー、うぜ。ほんとうぜ。人間なんてな、見え張って嘘つく生き物じゃねえか。一度裏切ったお前なんて二度と信用されるもんかよ。黙れ、オボロ。汚いコウマメ。アナスタシア、私の仲間だ。大切な家族だ。神山清十郎は帝国歌劇団花組隊長として。アナスタシアを信じる。キャプテン、ありがとう。清十郎さんの言う通りです。帝国歌劇団花組、天宮さくら誕生。オーブン、さくら、来てくれたのね。アナスタシアさんの決意聞きました。一緒に戦いましょう。帝都の平和を守るために、そして自分自身の未来を切り開くために。さくら、そんな都合のいい未来は来ねえ。ここで全員死ぬんだからな。俺様をここまで苔にしやがって。絶対に許せねえぞ。新たなる星の導き、それは花組のみんなと共に見る未来。その未来のために私は絶対に勝つ。本気で行きます。いいだね。てめえら何もかもが気に入らねえ。元太を待つまでもね。全力で、もうここで決めてやる。覚悟しやがれ。ここがてめえらの墓場だ。ここで倒れるのは貴様の方だ。あれ、しでしでしでし。人々がアナスタシアさんを傷つけたあなたを私は許しません。上級コーマオボロ、こいつ、チョコバケと。そんな中途半端な術で花組は欺けない。かかけんな。殺す、殺してやる。で結構こらえた。運命を閉ざす青き流星。もうその言葉では信じられるっていいものね。なあ、バカな、この俺様だから
の痛みはあってもなんとかなるものね。アナスタシア、聞こえるか？キャプテン、この通信は君だけにつないでいる。少しだけ俺の話を聞いてくれ。君は負傷しているその体で先陣を切り、みんなのために道を切り開いた。もういいだろ。自分を許してやってくれないか？そうね、悪いけど忘れられそうにないわ。忘れてはいけないと思う。アナスタシア。でも死んでもいいとはもう思わない。生きてあなたのその思いに応えてゆくわ。わかった、今はそれでいい。だけどいつか絶対に忘れさせてみせるよ。これから作っていく俺たちの思い出でね。きっと花組のみんなも同じ思いだ。言い出したら聞かない、そんな人よね、あなたは。分かったわ、その日が来るのを待ってる。その日を夢見て生きるわ。神山、ありがとう。最高の舞台だったわ。神崎司令に連絡を。ちょっと待ってください、その前にいつものあれ、あれですよ。おお、ほらアナスタシア、こっちに来て号令かけてくれよ。私、そんなのダメよ。私は遠慮はダメ、今回はアナスタシアの番。でもそんな資格は。アナスタシアさん、笑顔です、笑顔。もう一度花組みんなが揃って勝利できたんです。今はその幸せをみんなで喜びましょう。サクラ、俺たちは再び一つになったんだ。誰一人欠けても花組じゃない。今の君ならわかるはずだ。だから頼むよアナスタシア。わかったわ、喜んでやらせてもらうわね。ありがとうみんな。惑いの中にいるのなら星を探しなさい。どんなに暗い闇夜でも見上げれば必ず星はある。せーの、勝利のポーズ、キレ。スミレさん、三笠記念公園の制圧に成功しました。ご苦労様、神山君。これで切り札が使えるわ。次の指示をいただけますか？切り札は一体どこに？そろそろ月組が到着する頃だわ。彼女たちに合流してちょうだい。お、俺の無限が！って、それどころじゃない。事故だ。乗ってるのは誰だ？大丈夫か？いやー、やっちゃった。
やっぱりスーパー隊長みたいにスマートにはいかないな。君は声は、まさか、いつきちゃん？え、なんでわかったの？はぁ、素人さんに一目でカンパされるなんて、マジでショック。帝国歌劇団、月組隊長、西条いつき、ここに見参です。ジャパーン、私もいますよ。ひろみさんまで。月組って、もしかしてお二人が？実はそうだったんです。追っかけファンとは仮の姿。帝国歌劇団月組西条いつき、帝都の危機を救うべく参上しました。同じく帝国歌劇団月組隊員、本郷ひろみ。いつもご贔屓にしてくださってありがとうございます。本当は他にも隊員がいるんですけどね。月組は隠密行動部隊、誰がどこにいるかは秘密なんですよ。そうなのか。いや、それよりもスミレさんから君たちに合流しろと指示があった。これからどうすればいい？大丈夫、分かっています。いよいよあれを動かす時です。これは空中戦艦？こんな巨大なものが公園に眠ってたなんて。帝劇があんなに小さい。無事に乗り込んでくれたようね。はい、なんとか。これなら戦える。我々は競技場に向かいます。あなたたちだけでは無理ですわ。今から私たちもそちらに向かいます。どうやって？帝劇量子水晶、動力全開放。出力 250%、 300、 いけるで。銀座四つ角からの切り離し承認、最終ロック解除。スミレ様、帝劇発進。はあ？なんだそれ。信じられません。この無茶苦茶な船は。この程度で驚いていては帝国歌劇団はやってられませんわよ。でもまさに最終兵器ね。この船なら玄庵と互角に戦えるわ。待っていろ玄庵、絶対に競技場にたどり着いてみせる。ミカサの調整には今しばらくの時間を要します。終了まで約1時間。作戦が始まったら休む時間はありませんわ。今のうちに英気を養ってちょうだい。休めるときに休むのも立派な仕事やで。売店も開けとくから来たってや。売店って。でも分かりました。少しゆっくりさせてもらいます。では
解散。私は貴様を仲間と思ったことなど一度もない。なんだよ。おい。やめろ。やめてくれ。頼む。見逃して。Thank you.